はい、こんにちは、キャプテン浩二です。今ね、ケンタッキーフライドチキン、飯塚市のケンタッキーフライドチキンに来ております。今からね、遅めのランチになりますけれども、ちょっと食べてみたいと思います。こんな感じでね、飯塚市の茅野森の、ケンタッキーのランチ、ケンタッキーフライドチキンで、今オリジナルのね、ランチのね、を注文しました。ちょっと待ってね。ケンタランチ、10時から16時までですね。はい、これですね、680円で、今注文しました。最低ね、プラス10円でね、この黒のね、ウーロン茶がね、サントリーの黒ウーロン茶というのがプラス10円で、定価250円が、プラス10円で飲めて690円ですね。で、食べられるということで、飲まれるということで、これを注文しました。そしてね、今ね、飯塚市のバスセンターのすぐ近くのアイタウンというビルの中で、中にあります、100円ショップのセリエですね。セリエに、今クロちゃんと、仕入れに行って、今帰りの途中です。ちょっとね、暑かったのでね、ちょっと立ち寄っております。さあ、それではね、早速もう食べます。食べますね。黙って食べます。店内でね、今食べておりますけれども、美味しいです。平日はね、お客さんがね、少ないのでね、少ないというか、今はもう全くこんな感じでお客さんがいませんので、ゆっくりね、食べることができますね。のんびりとね、土曜日曜日に来たらお客さん多いんだよね。美味しいですね。ポテトも食べてみましょう。
はい、こんな感じで、ちょっと待ってね。黒ウーロン茶もちょっと飲んでみます。はい、こんな感じです。ちょっと飲んでみますね。ちょっと苦くない感じのウーロン茶、普通のウーロン茶に比べてね、ちょっと美味しいですね。美味しいというか、よく冷えてるんで、美味しく感じます。ウーロン茶とチキンは合うんですかね。合うんですかね、というか合いそうですね。濃いめのウーロン茶。真正面にね、いろいろ店がありましてね、ここはね、近畿大学とかね、学生さんがね、たくさん、来るので、学生さん用のね、アクアね、カレーとかね、カレー屋さんとかラーメン屋さんがあって、学生さんは買い玉 OK みたいですね。そしてゲームセンターもありますし、あれは何なの、アパートかな、ちょっと古い感じのアパートもありますし、こちらの今横にはね、アイスクリーム屋さんですかね。サーティワンのアイスクリーム屋さんですね。今度は寄ってみたいと思います。結構ね、普通のアイスクリームに比べてちょっと高いんですよね。高いけれども、美味しいので、まあ400〜500円するんじゃないですかね。ワンコイン分するんでね、ちょっと高いんですけども、また寄ってみたいと思いますね。車は多いですけどね。はい、こんな感じで、食が進んでおります。
お客さんは、車で今ね来てますけれども、ドライブスルーで、はい、車で、買って帰るというのが、普通みたいですけどね。今ね、店内はね、すごくね、いい感じのね、音楽が流れております。片手で食べやねんけどね。小骨がね、あるんでね、ちょっとね食べにくいんですけども、あった、もうね、チキン2つ食べたらお腹いっぱいになりました。美味しいです。はい、ああうまい。ちょっと待ってね。はい、もう大体食べ終わりました。あと黒ウーロン茶を飲んで、うまい。そしてね、この感じでね、爪楊枝を希望すればね、言えばね、ケンタッキーの
袋に入ってるつまようじね、これが一つもらえます。はい、そんな感じで、食べ終わりま、大体食べ終わりましたんで、この辺で、動画を締めたいと思います。かなりね、暑くなってきましたんでね、熱中症に気をつけて、お過ごしください。僕もね、もうあんまりね、今年の夏はね、無理しないで、行きたいと思います。今日ね、1軒目でもたくさんお買い物できたので、もうこのままブラッとね、バイク、僕のクロちゃんとね、ブラッと散歩がてら、帰りね、なんかいいお店があればね、立ち寄ったりしながら、ゆっくり、帰りたいと思いますので、これで、またね、ケンタッキーとかマクドナルドね、それと回転寿司もこれから行きますので、立ち寄った際には動画撮りますので、よろしくお願いします。それでは、この動画がよろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、どしどしお待ちしております。はい、それでは失礼いたします。